はい、こんにちは。新州読書会の宮沢です。えー、今日は、魔の山の解説をしたいと思います。今日2023年の、えー、2月16日なんですけども、明日、魔の山で読書会やります。第4章までですね。私も昨日ようやく第4章まで読み終えました。まあ、10年前に1回読んでんですけど、1ヶ月かけて読んでね。今回も読んだら、 体にジンマシンが出ましたね。<laughs> 前回も1ヶ月でね、上下巻1000ページぐらい読んだとき、こんな辛い読書はないっていうぐらい、あの、重い、重いんですよ、トーマス・バンド作品って。えー、なんで、もう、描写が細かくてね、ドストエスキーとかトルストイを読むのとはまた違ったね、なんかこの、ドイツ人特有のこってりとしたね、なんて言うんでしょうね、脂肪分の塊、脂肪の塊みたいな、 もうパスさんじゃないですけども。なんかね、非常に消化の悪い文章っていうかね、なんですよ。で、読んでて、そのせいでジンマシンが出たかはわかんないけど、前回読んだ時も非常に、あのー、濃厚な読書体験だったんですけども、まあ、今回もちょっとすごいなと思いました。というわけで、えー、話の筋はね、そんなに、あの、ベルクホーフっていうサナトリウムに行って、 いとこを見舞いに行ったら自分が結核にかかったっていうとこで終わるんですけども、第4章まで。えー、セテンブリーニの話ですね。えー、この、魔の山の重要人物っていうのは、まあ、セテンブリニと、下官で出てくるナフタ。あと、ペーペルコルンですね。この3人がやっぱり、まあ、セテンブリニはそんななんかね、おそ松君の嫌味みたいな人なんですけども、まあ、ナフタって頭のおかしいファシストみたいな、 イエズス会出身の聖職者であるファシストみたいな動画が出てきて、がぜん、セテンブリーニと論争してね、盛り上がるんですよ。まあそこを中心に解説した方がいいんで、それはでも先々の話なんで、えー、一応セテンブリーニのおじいさんの話が詳しく載ってますんで、そこをね、読み上げて紹介したいと思います。えー、これ264ページですね。一応読み上げますね。 世、えー、ンブリニアカレの祖父のことを語った。ミラノで弁護士をしていたが何よりも熱烈な愛国者であって、政治的先導家、雄弁家、雑誌、寄稿者と言うべき人物だった祖父のことを語った。まあ、世ンブリニって人文主義者、ユマニスト、まあ、ユマニストっていうんですかね日本。日本のユマニストっていうのは大江健三郎ですからね。えー、一応日本の世ンブリニですよ。<laughs> 多分 <laughs>。 本人、ユマニストと思って認じてる人って、私、大江健三郎ぐらいしか知らないんですけども、えー、人文主義者。まあ、人文主義者ってのは何なのか、まあ、なんだろう。まあ、ルネッサスに出てきた、まあ、カトリックとか、そういう教会の権威に反抗した、ギリシャローマの人文的教養復活、人間中心主義みたいな人たちですね。えー、で、セテンブリーには、 あおじいさんがね、自由主義者だったんですよ。で、まあ、あの、カルボナリ、炭焼き党員だったんですね。で、この炭焼き党員カルボナリの話が出てくるんで、それをね、ちょっと一応説明しないとよくわかんないと思うんで、まあ、私の知ってる範囲で解説したいと思います。で、えー、おじいさんは弁護士してたんですね。で、えー、祖父も孫のロドビコと同じように反抗家であったが、しかし孫よりも大きな大胆なスケールで反抗したんだった。 えー、で、祖父は諸国の政府を手こずらせ、その頃分割された祖国イタリアを無気力な奴隷状態に押さえつけていたオーストリアと申請同盟に対して陰謀を図り、イタリア全土に広がっていた秘密結社の熱心な党員だった。セテンブリニが不意に声を潜めて、今にも,それ,を今もそれを口にするのは危険であるように説明してくれたところによると、 すみやき党員カルボナロであったということです。このカルボナロっていうのは何がっていうのは、まあ、ウィキペディアに詳しく書いてありますけども、えー、イタリアってね、なんかまあ、小さな国がいっぱいあったわけですよ。で、ちょっとイタリアの歴史、まあ、ナポレオンがね、イタリアに衛星に行って、まあ、衛星国を建てた。で、オーストリアと、カンポー・フォルミオっていう和訳を一人で攻め込んでって、えー、結んできて、 まあ、衛星国建てたりして、まあ、オーストリアとフランスの間でね、分割統治されてたんですね。えー、で、カルボナリって人たちが出てきたんですよ。これはね、まあ、あの、イタリアを全土にこれ書いてありますね。まあ、組織、えー、読み上げてきますけど、まあ、これだから、あの、セテンブリのおじいさんジョゼッペセテンブリにはカルボナリだったと。まあ、なんだろう、秘密結社、革命的秘密結社って書いてありますけど。 えー、立憲自由主義。憲法に立脚する自由主義を掲げたと。えー、で、ギルドです。炭焼き人のギルドに模した秘密結社です。ここ書いてありますね、えー。で、組織はカルボナリはナポリに本部を置き、イタリア全土に支持を広げたと。固、えー、定組織であると、えー。秘密結社の常として、 組織や仲間内のみに回収る記号や不調を有してた。コードネーム、コードネームですね。今も中核派とか角丸派とかってコードネームで呼び合ってるらしいですけども、コードネームがあるんですね。えー、元中核派の人たちもいまだにコードネームで呼び合ってるらしいですからね。えー、だから中核派に属して今もう足洗ったと呼ばれてる人も一応コードネームがあるらしいんですね。 まあ具体的に誰がどうだっていうのはあれですけども。まあ学生時代ですよ。全京都の頃とかね。えー、党内では隠語が用いられたと。えー、問屋自ら専業とされた炭焼き人に見立て、社会をボスコえー、政府は与党。まあ、権力をルーポ、狼。えー、党員の集会所バラッカ。バラッカ、バラックのほど山小屋。えー、その内部をベンディタ。炭焼き場。党員でないものをバガーに、異教徒と称したと。 えー、他の党にと挨拶を交わす際は、ブオンクジーの良き兄弟と呼び合ったってことですね。えー、で、革命運動をやってたってことです。<laughs> で、えっ、ー、と、ナポレオン戦争の頃には、えー、ナポレオンがそのナポリを衛星国にして、自分の義理の弟,弟のミュラって人を国王にしてたのか。で、 えっと、ナポレオンが没落してって、ワーテルロの戦いで負けてね、百日天下で負けるんですけども、これの、この詳しい話は、まあ私が以前読書会であった、パルムの総員に詳しく書いてあったと思いますけども、その後反動、反動の時代が来るわけですね、これね。1814年イギリス、ウィン会議でブルボン朝の王政復興が承認されると。まあ、ナポレオンの訂正だったのが、またブルボン朝が王政復興したわけですよ。 ウィーン会議で。で、ナポレオンってほら、革命を全、あの、ヨーロッパに輸出したんですけども、その後は自分が皇帝になっちゃったんで、まあ、まあ一部ブルジョアの権力民法で確定させた上で自分が皇帝になったんですね。まあなんで皇帝になったかっていうと、ブルボン朝を復活させないために皇帝になったわけですよ。あのままね、共和制でやってると、まあブルボン朝と対立しちゃうんで、 まあ結局ほら、周りの国がまだ王政ですから、まあ自分が皇帝になって、自分が王様だったんですね。だけど、ナポレオが没落してですよ、まあモ,モスクワまで攻めていって負けるわけじゃないですか。で、えー、今度反動の時代が来るわけですよ。ウィン会議って行われる、まあ、ナポレオが負けた後、ワーテルロで負けた後に、プルボンチョの王政府がフランスで起こって、えー、まあ反動の、保守反動ですよね。 メッテルニヒっていうオーストリアの最初を中心としてね、で、行われるということです。ね。こっから、まあ、カルボナリたちの戦いが始まるわけですよ。立憲自由主義者たちですから、王政復興されちゃ困るわけですよ。で、えっ、ー、と、自由主義思想を有する貴族や中産階級、欧命貴族、えー、 によって、免職あるいは広角の受け目にあった文部官、生活服にあえぐ商工業者、商事主、下級管理、下級僧侶が指示して、えカ、ー、ルボナリが指示を拡大していくってことです。だからそ、その頃の人なんですね、これね。ということです。で、 続きを読んできます。265ページ。要するに、祖父のジョゼッペ・セテンブリニは、孫の話から2人の聞き手が受けた印象によると、暗い情熱的な先導家タイプ、主界、無本人らしかった。いとこは礼儀として感心したふりをするようにしたが、警戒的な件をいや、反発の顔を、顔から脱ぎ切なかった。ハンス・カストルプは、セテンブリニのじいさんが、極端な自由主義者、カルボナリであったことは嫌なんですよ。生まれが違うんで、この人は、 保守的なところから生まれてますんで、なぜ保守的かっていうとこれね、えー、っと、ハンス・カストルプのおじいさんの、ハンス・ローレンツ・カストルプの人物像っていうのが48ページに書いてあります。これは読み上げていきますけども、公の本、まあだからこの世天ぶりにおじいさんとね、ハンスのおじいさんを比べてるんですよね。えー、一方は、 セテンブリニのおじいさんは自由主義者なんですけども保守、保守的な人なんですよ。ハンスのおじいさんってね。えー、でこれ、まあ、両親が早く亡くなっておじいさんと暮らしてたわけじゃないですか。少年時代。で、おじいさんも亡くなって、その後見人の家に引き取られてるんですけども、公の方面から見ると、これ48ページ。祖父、ハンス・ローレンツ・カストロップの人物と思考はすでに生前から時代の流れに取り残されていた。典型的なキリスト教的紳士であって、カルバン派に、 極めて保守的な考えに凝り固まり政治に関与できる社会層を上,層上流社会だけに極限しようと堅くなに考えていたがその堅くなさは職所組合の人々が昔から政治権を持っていた上流階級の粘り強い抵抗を排除して視界で議席と発言権を戦い取り始めた14世紀にでも生きているようであって新しいことには耳も貸そうとしなかった祖父の活躍した時代は社会全般にわたる 激しい交流とさまざまな変革の時代であって社会的犠牲心と冒険心に絶えず高い注文が向けられた飛躍的な辛抱の時代だったこうした新時代の精神をが誰も知るような輝かしい勝利を収めたとしても,彼も神も知りたもうようにそれはカストロペ老人の管理するところではなかった老人は冒険的な公安拡張や罰当たりな大都市計画の茶番よりも 祖先から伝えられた習慣と古い制度の方を遥かに尊重していて、力の及ぶ限り阻んだり、沈めたりしてきた。全てが老人の思い通りになっていたら、姿勢は今もかつて老人の事務所のような雰囲気で行われ、牧歌的に古風なままでいただろう。ということです。えー、こっからわかるようにね、すごい保守的な人で、まあ、上流階級だけで、まあ、貴族制で、あのー、政治やればいいと。 その民衆の政治参加いらないと思ってる人だったんです。だ,だからブルジョアがね、あの、対等してきて政治に入っていくのは嫌だっていう人ですよね。えー、いう雰囲気の人だってことですよ。と、まあでもこの人は貴族ではないんですけども、まあ、まあ、保守的な商工業者だった。で、それに対してセデンブリーニのおじいさんというのは、まあすごい過激な自由主義者。 だから嫌なんですよ。だから、えぇ、ー、そのセテンブリの話を、ヨアーヒムも、ハンス、ハンスはまあ面白がって聞いてたんですけども、まあ、イトコは礼儀として感心する、あ、イトコっていうのはこれヨアーヒムのことか。まあ、け、警戒してたってことですね。えー、で、続きです。これ、265ページ。えー、もちろん事情が得意でもあった。すなわち、イトコが聞かされたむ、 話は昔の話であってほとんど100年も前の話すでに歴史に属している話だったがその歴史古い歴史の中から狂信的な自由の精神暴政に対する普通の敵外心の温質と現象が話の形式で今まで2人が夢にも考えなかったほど短く迫ってきたのであった、えー、さらにいとこは祖父の戦場的陰謀的な活動には祖父が統一と独立を祈願していた祖国イタリアへの強い愛情が結びついていたことも聞かされた いや祖父の革命的活動はこの尊敬すべき結合の産物であり発露であって、この先導性と愛国心との結合は、えー、いどこのどちらにも非には感じられたが、二人は祖国愛を保守的な秩序愛と同一視していたから、えー、しかし二人は当時の彼女の一般情勢から反逆は市民道徳を、現実な分別は公共団体に対する態度な無関心を意味したのだろうと心の中で認めざるを得なかったということです。 イタジア人の考えるような自由主義。カルボナリが考えるような革命的自由主義っていうのは、これドイツ人には理解し、しがたいんですね、これね。ドイツ人とかこれ、俺とプロイシア人か。えー、なぜならね、ドイツ人は祖国愛を保守的な秩序愛とドイツしてた。革命なんて考えてないからですね。それは、ハンスのおじいさんはそうだから。ということです。で、続きですね。えー、祖父、セテンブリーには、 イタリアの愛国者であったのみな,なら、のみではなく、自由を渇望するあらゆる民族の国と志を一つにする人物であった。トゥーリンで計画された襲撃、クーデターの企てが失敗したとき、えー、その言動のどちらからも加担していた祖父はメッテルニヒコ。メッテルニヒってのは反動、ウィン体制を作った反動的なオーストリアの最初ですね。えー、中に出てきますけども。中、 中に出てきてきます。メッテルニヒコ、オーストラリアの最初。ああらゆる自由主義を弾圧した。まあ、あの、保守反動ですよ。ナポレオン・没落後のね、の中心の人です、えー。メッテルニヒコの追ってからも身をもって逃れ、それから亡命の何年間を利用して、スペインでは憲法の制定に、ギリシアではギリシア民族の自由獲得のために戦い血を流した。このギリシアでロドビゴの父親が生まれたのであった。ということです。で、ちょっと飛ばすと、 続きページそのため父親はあのような偉大な人文主義者世、まあ、ブリーに親,親父っていうのはなんか作家だったんですね古典古代の愛好者となったのであろうなお父親はドイツ系夫人の腹から生まれたのであって祖父とその娘とスイスで結婚しそれから波乱に富む生活をいつも連れ歩いていたのであった祖父は後に10年の亡命生活の後再び故国の土を踏むことができ ミラノで弁護士として活動したが、しかし、自由の獲得、同一された共和国の建設のための筆とした死と三分とによって国民を鼓舞し、熱情的独裁的な名分を持って革命的プログラムを起草し、解放された民族が人類の幸福のために、幸福の確立のために団結することを幽霊な文章で予言することを決してやめようとしなかった。このドロドビコの話の中で、 アースカストルップ青年に特に印象を与えた事項が一つあった。それは、祖父ジョゼッペが一生いつも黒い喪服姿で、東国人の前に現れたということである。祖父は常に自分をイタリアのために悲惨と霊俗を侵入する祖国のために喪に服するものであると言ってたってことですね。喪服で過ごしてたんですね。なこれ読んだとき私、レ・ミゼラブルのジル・ノルマンっていうね、なんでマリウスのお父さんいたじゃないですか。おじいさんだかお父さん。<laughs> お,おじいさんかあれ。 <laughs> すげえブロジュア。貴族じゃねえのに貴族の味方するブロジュアのとんでもねえ CG がいたんですけども、それを思い出しましたけどずっと模服姿だったんですね。えー、で、ハンス・カストルプはそれを聞いて、それまでに数回比べてみたように彼自身の祖父のことを考えずにいられなかった。ハンス・カストルプの祖父も孫が知ってからいつも黒い服を着ていた。しかしそれはイタリアの祖父とは全然違った意味柄であった。 ハンス・ローレンツ・カストルプの人となり、過去の一時代に属している人となりが死によって真実のぴったりした服、スペイン風の皿型の放飾りをした姿へおごそかに戻るまでの間、このように順応するために自分がこのように属していないことをほのめかしながら仮に着ていた古風な服装をハンス・カストルプは思い浮かべた。この二人の祖父は本当に驚くほど違っている祖父であった。ハンス・カストルプはそれを考えながら目を凝らし、 用心深く頭振った。えー、これはジョゼッペセテンブリに感心する身振りとも取れたし、軽減に感じて賛同しかねる身振りとも取れた。ということです。まあ自分のおじいさんとセテンブリのおじいさんを比べてんですね。まあどちらもその19世紀の時代精神と共に生きてたわけです。一人はカルボナリとして、一人はドイツの保守的な商業、なんだ、まあ商業階級の人としてですよ。 で、この時代精神っていうのはね、これ書いてあるんですよ、ずっと。あの、失、これまあ、第一次世界大戦の前っていう話なんですよ、確かね。これ最後ね、まあ、これ物語の結末言ってしまう。まあ、最後は戦争に行くんですよ、ハースカーストルプは従軍するために山を降りていくって話なんですけども。えー、このね、サナトリウムで交わされてるのは、この歴史を背負った人たちの、まあ、セテンブリーニの、 おじいさんがカルボナリであったことと、まあ、ハンスのホス的なおじいさんということが比較されてるんですね。で、こうやってヨーロッパの歴史がこのサナトリウムの中でこう、会話の中でこう、浮かび上がってくるって話になってんですよ。まあ、各国の人がいる,いるわけですから。えー、で、 ちょっと飛ばして267ページ。そしてまたハンス・カストルプはジョゼッペ・セテンブルイニが三色旗、これはあのフランスの三色旗ですね、を小脇にして反りのある軍刀を片手に黒いをに誓うように空を向,か向けながら、自由の戦士の群れの先頭に立ち、先制政治の邦人を突入するのを見た。どちらの祖父もそれぞれ美しい立派なところがあった。とハンス・カストルプは、個人的なもしくは半ば、個人的な理由からエコひいきを感じそうだったので、一層公平であろうとして考えた。 セテンブリニュの祖父は政治上の権利を獲得するために戦ったのであったが、アンスタ・カストルプの祖父、もしくは先祖たちは元から全ての権利を握っていたのを、先民たちが400年の間暴力と弁絶によって奪い取ってしまったのであったと、アンス・カストルプは考えがちだったからである。えー、そして二人は北方の祖父と南方の祖父とはいつも黒服を着ていたのであるが、どちらの祖父も彼と堕落した同時代との間にはっきりと距離を置くための黒服であった。 えー、しかし、一人の祖父は彼の本所の故郷である過去と死のために敬験な気持ちから黒服をつけていたのであったし、それに対して、他の祖父は反抗からおよそ、敬験とは正反対の進歩のために黒服をつけていたのであった。本当にこの二人は、二つの正反対の世界、もしくは方位と言えると、ハンス・カストロプは考え、セテンブリーの話に耳を傾けながら、いわば二つの世界と方位の間に至って、二つのカールガラルを吟味しながら眺めていた。ということですね。 えー、で、えー、ちょっと飛ばしまして、えー、268ページの半ばですね。えー、セテンブリーに弁護士はそういう生活と多岐にわたる活動を続けていたので、立派な法律学者になれなかったに違いないともハス、ハンス・カストルプは考えた。しかし、孫のロドリコ・セテンブリーの話では、 祖父は若い時から死ぬ,、ま、死ぬ日まで法の一般原理に精子を満たされていたそうであった。えー、まあ、ちょっと飛ばしますか。この辺はどうでもいいか。えー、まあ一応、セテンぶりに、あまあ、ドイツに対してどう思ってたか。 イタリア人は二人の聞き手の祖国であるドイツに対して王権制度の拡張をガラクタに一変させた火薬、そして印刷術がその国で説明発明されたという理由から深い尊敬を表明した。印刷術は、印刷術って聖書が印刷されたからですよねあの。翻訳されて印刷されたから宗教革命が起こったんですよ。プロテスタント運動って印刷技術がなきゃできないですからね。いや聖書読んだことないんですから、みんなね。 教会ラテン語を読める人し,し,し,しか読めなかったのを各国語に訳したわけですよ。まあ、カルバンとかル、ルターとかねで。この印刷術は思想の民主的普及、言い換えると民主的思想の普及を可能にしたからである。えー、そういう点で、そして過去を問題にする限り、イタリア人はドイツを称えたが、しかし他の民族が迷信と奴隷状態に沈霊しているとき、真っ先に啓蒙教養自由の旗を翻した彼の祖国イタリアに、 栄光が当然与えられるべきだとしたということです。で、ちょっと飛ばして、えー、270ページ。えー、セテンブリーの話は彼の祖父は一生に一度、早年期の初め頃、心から幸福に感じたことがあったそうで、それはパリの4月革命の時だった。これ7月革命っていうのは、これは書いてありますけど、ウィキペディアの画面ですね。1830年7月27日、パリで、 フランス4月革命が勃発カルボナリとシャ,ンヌシャ,シャルボンヌリスミヤ炭焼インは、えー、学生、小市民、えー、労働者と連携、ブルージュアジュアの援助を得た6万人の市民はルーブル宮殿やチュルリー宮殿、ノートルダム聖堂を占領、3日間の市街戦に勝利した。この栄光の3日間って書いてる。これに参加したんですよこのセデンブリーののじいさんっていうのはで。シャルル10世ってブルボン町の、まあ、ルイ16世の。 弟。弟だか、兄貴だか。弟だっけ <laughs> ちょっと忘れちゃった <laughs>、えー。えルイ16世の、えー、弟だ。弟ですね。弟がイギリスに亡命してブルボン茶が崩壊したんですよ。で、この、えー、ルイ・フィリップっていう、えー、オルレアン家ですね。文家ですよ。文家のオルレアン家のルイ・フィリップが、 ま、この人は立憲、元から革命勢力にくっついてた人。あルイ・フィリップって親父がいいんですけど、ま、これも弾頭台で殺されちゃってるんですけども。えオルレアン家。オルレアン家の、ニューオリンズってオルレアン家の植民地だったんですね。このルイ・フィリップが、文系が国王になって立憲主義ですね。で、新政権にはハルモナリの問いも名を連ねたと。いうことです。えこれが栄光だったってことですよ。 で、えー、だから、えっ、ー、と、世天ブリのじいさんが、早年期の初め頃を心から幸福に感じたことがあったぞ。これ、270ページ。それはパリの7月革命の時だったという。祖父はその当時に人類がパリでその3日間を天地創造の六日間と同列に置く日が来るだろうと、声高らかに公言したという。ということです。なぜそう言ったかっていうのは、7月革命の3日間ですね、紫外線をやって、勝ったからですね、革命やって。 ということが書いてあります。<laughs> まあ、えー、そういう背景のあるじ、じい、ハンスカスフォルプのおじいさんだって話ですね。で、こっからハンスカス、ハンスカッスフォルプじゃないや、セテンブリーにはそういう、あの、じいさん、親父からすごい影響を受けてるわけですよ。その、自由主義っていうものに関して。で、この自由主義をね、ナフタが出てきて、こう、討論になるわけです。ナフタっていう後で出てくる男が下観で、あの、セテンブリーニの喧嘩だってね、まあ、彼の政治思想、 あの、六波していくわけですよ。六パして決闘になるんですけども。で、決闘になってそこが、セテンブリンジュのナフターの決闘が一番ハイライトなんで、この話の中で。あと、まあ、ペーペルゴルーンが演説するっていうところ、二つ、見どころがありまして、あの、盛り上がり場所が。あとはね、なんか、オカルト、高齢術、なんかみんなでコックリさんをやり出すっていう打足が <laughs>、下巻の後でずっと続いて終わっていくっていうね、あれなんですよ。まあ、 上巻は最後にマダム勝者とね、ハンスカストルプがこう、ワルプルギスの夜っていうね、えー、関係を持つっていう話が出てくるんですけども。まあそこも私内容忘れちゃった。な、何が書いたのかよく分かってない。もう一回読み合わせはわかるんでしょうけども。まあ一応ポイントとしてはね、今日説明したのは、テンブリーの思想的背景ですね。ということでした。えー。 えっと、ブオナロッティ。これ、ブオナロッティってこれ有名な人ですね、これね。ナポレオンと関係あった人。バフーブの陰謀に加担しバフーブの陰謀っていうのはフランスだったんですよ、これね。最初の、人類史上最初の共産主義者ですね。バフーブっていう人。バフーフ、バブーフ。ええー、ということでした。あ、カルボナリ島に、だからナポレオンも入ってたのか。ルイ・フィリップも。ね。 そういうことなんですよ。秘密結社。あ、フリーメイソンなんだ。あ、だから、晴天ブリにはフリーメイソン、フリーメイソンなんですよ。この後明かされていくんでしょうけど。まあ、ちょっと説明しとかないと読み飛ばしちゃうとこだと思うんで、頑張って説明しました。えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。